私、小池百合、サイコパス、と、人は言うわ。もう、マニキュア、塗り終わったから、帰ってくれますか？私、選挙区、変わったし。もう、マニキュア、塗り終わったから、帰ってくれますか？私、選挙区、変わったし。サイコパス、小池、ですが、築地、と様子の問題。石井妙子さんの話を聞きましょう。でした、ね、はい。ところが、知事になって4年、築地に市場機能を残す、築地を生かすという発言はもう、あたかもなかったことのように進んでいる。はい。私も築地おかみさん会の方々には、何人もの方にお会いして、直にお話を何度も何度も伺ったんですけれども、大変誠実な方たちで、とても優しい方が多いんですよね。で、人を思いやるという、そういう、温かみのある方たちで、そういった方たちからすると、信じられない、信じられないことが起こったという感じなんですね。まさかそんな大きな嘘をつかれるとは思わなかったと、おっしゃってました。あの時はっきり小池さんはその築地に残りたいというおかみさんたちに戻れますよと、とにかく1回豊洲に移ってくださいと、その後5年経ったら戻れますから、戻れるようにしますから、戻る時には都がお手伝いをしますと、そこまで言ったんですね。これは公式に公式な場で発言したんです。それを聞いておかみさんたちは分かって、築地に戻れるならば、それなら一旦豊洲に行きますと、それで戻ってきますと。ところがその後都議選が終わったら、全くその約束をひっくり返してしまって、そんなことは言ってないと、私はそんなこと言ったことありませんと発言したんですね。それでもおかみさんたちはびっくりしてしまう。もう大勢が聞いてるのに、なんでそんなこと、そんな嘘を平気で言えるんだと、とても驚いていらっしゃって、なんて言うんでしょう、その裏切られ方っていうのは、涙ぐんで、私におっしゃるんですけど、聞いてるだけでも胸が痛むというか、そうですね。おかみさんたち、女の人が嘘をつくと思わなかったとかと、女性同士だから、とても親密な関係を築けたと思っていたっておっしゃいましたね。それがとても、また印象に残ってますね。女同士の連帯みたいなものが裏切られたというんでしょうか。う